ね、相対性理論。皆さん、こんにちは。本日は全国まゆみちゃん交流プロジェクトをご覧いただき、誠にありがとうございます。まもなく開会いたします。開催にあたりまして、注意事項を申し上げます。後日のアーカイブ配信のため、発表会の様子を録画させていただきます。ご感想や今のお気持ちは、どんどんチャットに書き込みをお願いいたします。ご質問がある場合にも、チャットからご記入ください。ネットワーク環境上、ズーム画面からアウトしてしまった場合は、事前にお送りしている URL より再度お入りください。途中で不具合等が発生しましたら、運営担当 090-9630-9229 までご連絡をお願いいたします。続々と今、会員の皆様入ってますので、19時5分頃からまた再開させていただきたいと思います。少々お待ちください。
大変お待たせいたしました。皆さん改めましてこんばんは。本日は全国まゆみちゃんサミットにお集まりいただき誠にありがとうございます。私は今日も進行を務めさせていただきます、渡辺美雪と申します。よろしくお願い申し上げます。すでにチャットへの書き込みも木村先生からしていただいてますね。前回は10月7日に行いました。ありがとうございます。また今日もガツガツチャットの方を動かしていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。今回はまゆみずキッチンの進捗などを皆さんと共有していきたいと思います。また終了は午後8時を予定しておりますが、多少前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。それでは早速進めていきたいと思います。はじめに主催者であります福島県本宮市より開会のご挨拶をいただきたいと思います。石橋課長、よろしくお願いします。はい、課長の石橋です。皆さんこんばんは。今日は全国まゆみちゃんサミットよろしくお願いしたいと思います。今日のメインはまゆみずキッチンのレシピコンテストです。聞きますと応募数が20以上ということで、大変私も楽しみでございます。最後までどうぞよろしくお願いします。以上です。課長ありがとうございます。続きまして、先月開催されたまゆみみこしの様子を振り返ってみようかと思いますが、益子さん、10月22日土曜日に開催されたまゆみみこし、大変大盛況だったようなんですが。はい、こんばんは。本宮市の益子と申します。そうですね、実際まゆみみこし、3名のまゆみさん参加されて、あとお子さんの方も4人の参加者がいまして、とっても盛り上がりました。あとプラス他に3名の会員の方がみこしに担ぐことはちょっとなかったんですけども、応援ということでわざわざ来ていただいて、計6名の会員の方ですごい盛り上がりながら、あとオープンチャットの方でも皆さん共有して前のみこしの様子を見てすごい盛り上がっていただいたみたいで、本当になんかこう嬉しい気持ちになりました。あ、すごいですね。なかなかかっこいい、私もちょっと当日いたんですけれども、本当にかっこいい、よくて、女性みこしってこんなになんか迫力があるもんなんだと感動しました。今日実際に当日来ていただいたまゆみさんもお越しだと思いますので、あ、岩手の63番の佐々木まゆみさん、おわんです。傍聴席から国会審議を。あ、ミュートが外れますかね。どうでしょう。こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。今日も参加していただいて。こちらこそお世話になりました。すごいかっこいい、みこしの担ぎでした。ありがとうございました。自分でも、かっこいいなと思いました初参加してみていかがでしたか？そうですね、私の生まれのところも秋祭りでみこし担ぐんで、たるみこしを担ぐんですけども、それが幼い頃の、まあ、夢、いつか担いでみたいなと思ってたところ、このとまゆみプロジェクトの方で本当に人生初めてのみこし担ぐことができて、感無量の、今も涙が出るほど嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に迫力がありました。なんかこう、ね、初めてではないような、いや、今もなんか良かったです。その時の感動がまだまだ本当によみがえってきて、なんか今にでも担ぎたしたくなるような、思いです、ね。 ありがとうございます。もうこれは来年以降もぜひお待ちしております
私でも担げたから、うん、全国の真由美さんも絶対担げますってそう思います。本当に皆さんかっこよくなれるなと確信しました。なんかこう発表来た瞬間に顔色というか顔つきが変わるというのはこのことだなと、うん、そうですね。実際、まあ、780番の真由美さんも当日来ていただきましたね。おばんです。あ、ミュートが外れますかね。あ、どうかな。あ、旦那様も当日来ていただきましてありがとうございました。こんばんは、聞こえますか。あ、聞こえます、聞こえます。こんばんは、はい、ありがとうございます。ございました。すごくかっこよかったです。どうですか、初めて参加してみて感想を聞かせていただけますか。はい、はい、みこし担ぐのも初めてだし、発表を切るのも初めてだし、本当は貴重な体験をさせていただいたことと、あと本当に真由美さん仲間たちが一緒に担いでくれたり応援に来てくれたりで、本当楽しいひとときを過ごさせていただきました。で、本当に思い出すだけでももう今も本当にすごく楽しい気持ちにはなるので、写真見ながら思い出しております、いつも。はい、ありがとうございます。はい、こうなんか旦那様、お隣に、ね、旦那様いらっしゃいますけど、まゆみちゃん の, マスコットをバッグに入れて応援しに来てる姿がすごい印象的でそうですね。すごい、とにかくなんか奥様の追っかけをしながらこう今もなんかぬいぐるみ持ってきますって、まゆみちゃん持ってきますって取りに行ってますありがとうございます。あーそう、このまゆみちゃんのお人形をぬいぐるみを肩掛けのバッグに忍ばせて、ずっとみこしの後ろを歩いてついています。はい、うわ、すごい、アッピーもいて、あゆみちゃんも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もしよろしければ、なんか奥様のその勇姿どうでしたでしょう、見ててなんかいつもと違う一面が見れてとても良かった本当にかっこよかったですよね。はい、ありがとうございます。本当に盛り上がった真由美みこしでしたが、一応こちらで、サポーターの、長沼さんも今日参加していただいてまして、実際に真由美みこしも見ていただいたと思うんですけれども、ぜひ感想を聞かせていただければなと。あ、はい、長沼さん、よろしくお願いします。お疲れ様です。私も主人がこの祭りの別れに参加しているので、本当にすごく楽しみにしていました。で、実は遠目から見かけたんですけど、ちょうど子どもたちの太鼓を叩く順番になってしまって声かけることができなかったんですけど、遠くから見させていただいて、今年は式典が駅の前だったので、そこで皆さんが並ぶ姿を遠くから見てました。すごくかっこよくて、なんか羨ましいなと思って見させていただいてて、今回なんかすごくいつもよりも参加者もちょっと多かったみたいな話も聞いたので、本当にこれからさらに全国の真由美さんがこうしてこう集まって、皆さん同じ衣装でこうやって、ね、参加されるのがこれから増えていくのかなと思うと楽しみです。うん、いいよね。ありがとうございます。本当に皆さんすごい迫力で、でちょっとこれ当日の映像もちょっと撮ってますので、ぜひちょっと皆さんに見ていただきたいなと思うんですが、どうでしょうか、出ますでしょうか。ですね、ツイッターに上げてる動画を流したいと思うんですけども。打ってる。
にあのこうおみこしの上にこうね、まゆみさん、女性が乗ってこうかなり迫力があったんですよ。もう間近で見たら結構びっくりするような迫力で、多分相当重かったと思うんですけれども、あの皆さんすごい頑張ってらっしゃったなと見ておりました。来年以降もまたあの続くことと思いますので、ぜひたくさんのまゆみさんにですね、参加していただければなと思っております。じゃあまゆみさん、ありがとうございました。感想ありがとうございました。来年もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、それでは皆さん、お待たせいたしました。現在進行中のまゆみずキッチンの進捗状況を皆さんで確認していきたいと思います。これからはプロジェクトの企画に携わっていただいている福島学院大学短期大学部情報ビジネス学科教授の木村先生にバトンタッチして現在の状況を確認していきたいと思います。それでは木村先生、今日もぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん、改めまして福島学院大学木村です。と今日も、どうぞよろしくお願いします。今日はですね、今ご紹介があった通り、まゆみずキッチンの第2弾がですね、現在進行中ということなので、はい、改めて、中沼さん、それから益子さんと一緒に、まゆみずキッチン第2弾についてのおさらいと、それから今どのくらい、どんなレシピが集まってますよというのも、こっそり先出しして見せていただけるような、準備があるそうなので、こちらも楽しみにご覧いただきたいと思います。それでは早速、益子さん、中沼さん、よろしくお願いします。大丈夫ですか？お二人もうオンになってますね。はい、よろしくお願いします。あっという間の2ヶ月だったんですが、この2ヶ月の間もまゆみずキッチンは着々と進んでいたんですよね。はい、はいですね。皆さんからレシピの応募がありました。ありがとうございます。じゃあまずですね、そうですね、今回初めて、こちらご覧になっている方もいらっしゃるかと思いますので、長沼さんと益子さんから簡単にまずは自己紹介から、いきたいと思います。じゃあ長沼さん、最初によろしいでしょうか？はい、はじめましての皆さん、長沼由衣子と申します。本宮市で、食育事業だったりとか、とリクエストのお料理教室なんかをして、食育に関わるお仕事をさせていただいてます。今日中は、郡山市というところのイタリアにも勤めております。本当に何がお仕事ですかとよく聞かれるんですけれども、食に関わるいろんなことをさせていただいてます。3年目ですね、今年に入ってまゆみちゃんプロジェクトに関わらせていただいて、最初本当オンラインの時からちょっとずつこのリアルっていうのが始まって、本当名前まで覚えるような形で、まあ、いろんな全国のまゆみさんたちと顔と名前が一致するまで、今、成長したことが本当に嬉しく思います。これからコロナが落ち着きまして、また皆さんと直接会える機会が増えたら嬉しいなと思って、こういう今回そのキッチンですね、2回目ということで、たくさんの応募楽しみに待っていました。はい、でこれからオンラインの料理教室などたくさん楽しいことも増えていくと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、長沼さん、ありがとうございます。では、本宮市役所益子さん、自己紹介よろしくお願いします。はい、改めまして本宮市役所定住交流課定住交流係の益子と申します。私は昨年から、こちらの会に移動させていただいて、キッチンの第1弾、去年やったものと、あと今回第2弾も引き続き担当としてやらせていただくことになりました。ポートキーに関しては、実際キッチン以外の個別のプロジェクト等で、リアルでまゆみさんなどにお会いする機会が、増えてきまして、実際に会うとまた何かこうモニター越し以外での、まあ、会った実感というか、なんか嬉しい気持ちになったりとか、皆さんからもあったかい言葉かけていただいて、すごい嬉しい気持ちになるので、引き続きこのプロジェクト、まゆみちゃん交流プロジェクトの方を、頑張らせていただきたいと思います。はい、お二人ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、早速このまゆみずキッチン2022、これはもう昨年に続いて第2弾ということなんですが、こちらのプロジェクトの概要、今このスライドに出ているものについて、お二人から、もう少し詳しく、ご説明いただきたいと思います。これどんなプロジェクトなんでしたっけ？はい、このプロジェクトは本宮市の美味しい食材を使って
元宮市の新米に合うレシピを作ろうという料理コンテストのプロジェクトになっております。はい、しかも、このレシピで応募していただいたものをお料理教室で実際こうオンラインでみんなで一緒に作って食べてみようとか、そんなことも予定されてるんですか？そうですね、前回は第1回目はあのコンテストに合わせて、うん、あの上位3名の方のレシピを私が作らせていただいて、1名をまゆみちゃんのお誕生会で発表するという、はい、企画になっておりました。そうですよね。実際全国の皆さんから、どんな風に、レシピが応募されていて、どんな風になっていくのか、こちらをこう、長沼さん、それから益子さんから教えていただきたいと思います。ちなみに、益子さん、現在、これですね。どんなテーマで、募集をされているのか、改めて教えてください。はい、今回募集内容といたしましては、まずご飯に合うおかず。で、食材の方が、卵、長ネギ、大根、白菜、里芋、椎茸、こちらから一つ以上、もちろん全部使っていただいても全然大丈夫なんですけども、はい、それが今回のルールになります。なるほど、ちょうど今美味しくてお安くなってきてる食材が多いかなと思うんですが、卵も長ネギ、大根、白菜、里芋、椎茸、これすべて元宮でも生産されている食材なんでしょうか？はい、こちら元宮で取れるような食材になってまして、実際元宮の食材美味しいんですけど、それを皆さんにたくさん味わっていただきたいなということで、ちょっと今は終わっちゃったんですけど、10月に、元宮の食材セットっていうのも今回販売させていただきました。ありがとうございます。今回の、レシピの応募に関しては元宮市の食材で無理に作んなくても大丈夫なんですよね。地元の、はい、それぞれの皆さんの地元のお野菜で作っていいんですよね。はい、実際なかなか購入難しいとかそういうのもあるので、もちろんレシピを考案する段階では皆さんお近くのスーパーとかで取れる買えるものを使って作っていただいて結構です。ただ機会があればぜひ元宮の食材を、そうですね、味わっていただければと思います。はい、ありがとうございます。募集期間が今画面に出ていますが、10月7日からこれ明日までということで、あと1日ちょっとレシピの募集期間があります。ちなみに金曜日まで待ってとかっていう声がもし直接益子さんや、オープンチャットに連絡があったら、数日ぐらいだったらなんとか待っていただけたりするんでしょうか、益子さん。はい、待ちます、なんとかします。さすがです。ぜひこちらご覧の方でですね、まだそっかレシピの募集明日までだったって、今から慌ててやりたいという方はですね、益子さん数日なったら多分待ってくれると思いますので、なんとかこう滑り込みで応募お待ちしております。さて、現在どんなレシピが集まっているのか、ここをですね教えていただきたいんですが、すいません、申し込み内容とか申し込みの方法は後ほどまた改めて見せていただくことにして、気になる今集まってるレシピからいきたいと思います。益子さん、長沼さん、今何品ぐらい投稿があるんでしょうか？はい、ちょっと資料の関係で26日土曜日時点なんですけども、はい、25品の、投稿の方がありました。おー、ざっと見ただけでもかなりバラエティ豊富な、これ何日分かの晩御飯になりますね。ちゃんとね、すごいな。おお、こちらね、25品も、今集まってるということなんですが、もっともっと増えるといいなということで、これをですね、動画それからオンラインでご覧の方々にどんな感じで応募されてるのか、益子さん、これもうちょっと詳しく見せていただくことってできますか？はい、今回細かいレシピの方もあるので、そちらちょっとご覧いただきながら。ありがとうございます。ここまで見せていただくと、応募するこれからね、あと1日で応募したいというか、あと数日で応募したいという方にも参考になりますね。こちら70番、会員番号70番の方が応募していただいた里芋の磯辺揚げということで、里芋って磯辺揚げいけちゃうんですね。おー、このぐらい詳しくレシピを書いていただければもう十分 OK ということでいいんでしょうか、中沼さん。はい、そうですね。
おそらく私の方で作ることもあるかと思いますので、細かく書いてくれたら、うん、まあ、嬉しいんですけれども、あのそこをちょっとハードルは下げてましたので、 ある程度ざっと書いていただければ私の方で作れるかと思いますので、本当に写真さえ撮っていただければっていう感じだと、分量もこのように適量だけでも大丈夫です。私作れるので、ね、そうですよ、これかなり適量ですよね。全部適量ですね、よく見たら。おそらく皆さん、お家では適量で作られてるかと思うので、細かいレシピ出さなくても、適量で送っていただいたら、私の方で、作れるので、はい、本当に皆さん、まだまだ金曜日までも待っていただけるという、なんかラッキーな情報もいただいたので、ぜひ応募してください。はい。ありがとうございます。この適量でいけるっていうのが、ハードルが下げられて、すごくやりやすくなりますね。はい、ありがとうございます。益子さん、他のレシピもちょい見せとかって可能ですか？はい、全然たくさん皆さんに見ていただきたいなと思っているので。いいですね。こうフライパン一つでっていう、最近話題のワンパンメニューってやつですね。ワンフライパンメニュー、こんな本格的な里芋の煮込みがフライパン一つでっていうのはすごいですね。こう時短メニューとかっていうのも嬉しいと思いますが、長沼さん、こういう時短メニューなんかも審査の中ではポイントになったりするんでしょうか？そうですね、やっぱりこう皆さんに作ってもらえるのが一番このレシピとしてもすごくいいことだなと思うので、皆さんに作ってもらいやすくて、本当簡単なのは簡単で美味しいっていうのはすごくポイントだと思います。おお、いいですね。この椎茸も美味しそうですね。ありがとうございます。この他にもこうパラパラと見せていただけるようでしたら、人間の方、はい、これもいいですよね。ずっと気になってたんですけど、今回新米に合うっていうレシピコンテストじゃないですか。こう新米に合うって言って、パッと見がお好み焼きだから、お好み焼きなんじゃないのって思ったんですけど、これオムライスなんですよね。すごい。これご飯がちゃんと入ってるから、お題もクリアできてますね。オムライスなので。すごいな。でもちょっと話ずれるんですけど、益子さんってこう食いしん坊でおなじみの益子さんじゃないですか。ご飯とお好み焼きって一緒に食べられる派ですか、益子さん。そうですね、まあ、ご飯が何でもあるので大体食べれます。マスコ、じゃあお好み焼きおかずにできる派の方ですね。はい、大丈夫です。大丈夫ですね。中沼さん、どうですか。皆さんちょっと覚えてるかは、あれですけども、前回の時にオムライスじゃないんですよ、うん、お好み焼き風の、はい、お好み焼きのがあったんですよ。はい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 、お米を使う、ご飯を使ったお好み焼きがあって、ありましたね、それが冷や飯で作れるっていう、それすごく、私個人的にはすごく美味しくて、今でも作らせていただいてます。うんうんうん、なるほど。意外とこういう、子供たちにも大人気です。お好み焼き風の味付けってご飯にも合うってことですよね。もう、ソースとマヨネーズが最強ですっていう。ありがとうございます。ね、ぜひご覧の皆さん、このメニューも、何気に全部適量ですから。材料適量ですから、これで大丈夫です。これでどんどん応募して、盛り上げていただきたいと思います。ということで、益子さん、改めて、応募する、あ、これもめっちゃうまそうですよね。ネギ味噌。基本適量で大丈夫だっていうのが、すごい、すごく、適量で。応援しがいがあるなって思ってます。これからの季節、湯豆腐やおでんなどにもトッピングできますということで、非常に、美味しそうなメニュー、応募していただいてます。もうどんどん次のメニューもパッパッパーと見た上で、最後にこう、応募の方法、おさらいしていきたいと思いますが、コロッケもいいですよね。里芋のコロッケってね、これなかなか美味しいらしいじゃないですか。美味しいんですよ。里芋はやっぱり火を通すと本当にホクホクして、油との相性もすごくいいので、うん、今回里芋の、レシピの投稿がすごく多かったイメージです。ありがとうございます。今ちょうどね、福島県内は里芋が、出荷ピークな時期だと思うので、福島県内に行くと、もう本当にいろんなところで里芋が買えるんですが、関西とか、東北もっと北の方の皆さんっていつ頃なんですかね。やっぱりこういう例えば里芋っていうのを取ってみても、今取れる時期がちょっとずつ北上してきたりとかすると思うので、旬が少しずつ違うんだね、なんていうのも、会員の皆さんで会話がね、繰り広げられると面白いなと思っています。さて、里芋コロッケの他にもどんどん、ご覧いただきたいと思います。これもいいですよね、ネギ。サゴハチはね、鉄板ですからね。
はい、ありがとうございます。これ358と書いて、サゴハチ漬けのサゴハチですね。塩麹系の、本当に美味しく味が仕上がる、絶品調味料です。さて、どんどん、見せていただきたいと思います。これなんかかなり手間のかかった、しかも材料が適量じゃないですね。もうね、ちょっと一手間かけてる感じがするんですが、馬揚げ出しということで、里芋の揚げ出しですか。あ、いいですね。すごく手間のかかった、会員番号1931番さん。そもそも会員番号が1900を超えてるっていうのがもうワクワクしてしょうがないですよね。本当ですね。ねえ、これ1931番ってことは、益子さんこれ最近会員になられたというか、後半に会員になられた方ですよね。割と新しい会員さん。はい、新しい会員さんで、実際こうメッセージを送ってくださった際にも、実は私、公式 LINE でメッセージを募集する際に、なんか画像を出させていただいたんですよね。はい。はい、それを見て、担当者が泣いてるのが不安そうだと、メールに優しい新しく入ったばっかなんですけど、ちょっとかわいそうだったんで、お伝えましたので。もうめちゃくちゃ優しい会員さんに恵まれてますね。いや、よかったね。1931番の会員さん、ぜひオンラインもしくは動画で、また益子さん応援しにご参加お待ちしてます。よろしくお願いします。さて、ということで、この辺でそろそろですね、応募の仕方、あと1日から数日応募の期間ありますので、応募の仕方をおさらい、していきたいと思います。ちょっとこうスライドを前の方にこうバーッと戻していただいて、戻りますかね。あ、いや、もつ煮も美味しそうだな。あ、卵かけご飯とかもすごく美味しそうですよね。はい、どんどん見ていただいて、応募方法まで戻りましょう。今回でも相当激戦ですね。はい、ということで、応募の方法、それからどんな風に応募すればいいのか、益子さん、おさらいをよろしくお願いします。はい、今のところ申し込み方法としては、3つの方法がございます。で、1つ目が、申し込みフォーム、Google フォームを使った、申し込み方法。で、2つ目がメールを使った申し込み方法になります。3つ目がインスタグラムで、ハッシュタグ、まゆみキッチンということで、ハッシュタグをつけていただいた投稿を我々の方で調べて、投稿の受付という形にいたしますので、はい、で実際この他にもしもこういう方法なら私投稿できるとかそういうのがありましたら、ぜひ電話とかで言っていただければ、もうどうにでもしますので、もう何とかします。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、フォームか、Google アカウントのフォームか、メールで送るか、Instagram から、レシピを、あと数日でまだ応募できますので、ぜひお待ちしております。ということで、もう少し詳しくですね、どういった内容を送ればいいのか。はい、こちらですね。インスタは不要というのが結構多いので、インスタから送るのが一番楽ちんなのかなって感じがするんですが、インスタの場合は、会員番号と料理名と材料レシピと料理の PR、料理の写真さえあれば応募することができるということなんですが、具体的に先ほどね、随分見せていただいた通り、適量で大丈夫だというのが、このコンテストの、レシピコンテストのすごく、一つ、ポイントになっていると思いますので、次のスライドを見せていただいて、はい、ここまで細かく書かなくても大丈夫だということですよね。まずは写真と、それから、情報、必要な情報、それから材料、レシピ、丸7番コメントのところですね、入れて、こちらで応募していただいて、ぜひ、皆さんにもご参加いただきたいと思います。インスタの場合はどんな感じで投稿するんでしたっけ？こんな感じですよね。まゆみキッチンというこのシャープをつけて、まゆみキッチンって書いていただくと、益子さんが探して、拾い上げてくれますので、ぜひ、応募をね、お待ちしております。ということなんですが、どうでしょうか。今回の応募、あと何件ぐらい、益子さん、応募があるといいなっていう、目標設定ってどのくらいに設定されてるんですか？そうですね。今、まあ、25なので、まあ、あと実際今日資料には入れてなかったんですけど、今、はい、市民の方からも、数品ほど投稿が
ておきましたので、はい、実はこちらも今後皆さんにお見せできたらなと思います。いいですね、本宮市民の部ですね。はい、市民の方からもちょっと投稿がありまして、なので、まあ、少なくとも、まあ、30は行きたいなというところで、はい、おいいですね。マシコさん、チャット見ていただくと、キズさんから目指せ50ですねって書いていただいてますので。キズさん、今日いらっしゃいますか？キズさん。はい。お疲れ様です、キズさん。今、こう25ということで、マシコさんから控えめな30目指したいという話がありましたが、やはりキズさんからしたら50は目指したいよね、ということですよね。約ここから元宮市民が大きく巻き返してくると思うので、はい、50行くのではないかと思ってます。ぜひ会員の皆さん、それから元宮市民の皆さんからの、新米に合うお手軽レシピ、もう材料はもう全部適量で大丈夫なので、写真だけ撮って、応募して、盛り上げていただきたいと思います。あれですもんね。レシピ、すごく厳格にレシピを作ることが目的じゃなくて、みんなでレシピをこう持ち寄って、ワイワイ騒ごうよっていう、お祭りみたいな、レシピコンテストなので、ぜひ気軽に応募していただければ幸いです。63番の佐々木さんからですね、キズさんもぜひ応募したらどうかっていう、キズさんもぜひっていうコメント、いただいております。63番佐々木さん、ありがとうございます。ね、キズさんの酒飲みレシピみたいなやつもね、ぜひ見てみたいので、キズさんお待ちしてます。食べる専門でいさせてください。食べ専わかりました。ぜひね、市役所の皆さんにもレシピの応募お待ちしてますので、石橋課長もぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今回目指せ50品ということで、まだ数日レシピの募集続けておりますので、長沼さんからもキズくんレシピ楽しみにしてますということですね。お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。ということで、今回は本当にこの2ヶ月の間、まゆみずキッチン、元宮の美味しいものの直送便から、レシピの募集まで、本当にたくさんのプロジェクトが、今、進んでおります。最後にですね、全国のまゆみさんに、特にマシコさん、それから長沼さんから一言ずつ PR、最後の、募集の PR、よろしくお願いします。じゃあマシコさんから行きましょうか。マシコさん、全国の皆さんに PR よろしくお願いします。はい、まゆみずキッチン、今回2回目ということで、やはり前回を上回るような盛り上がり、そのためにも、投稿数、50目標に頑張りたいと思うので、皆さん50達成しないと係長に怒られるので、協力していただけるとありがたいです。お願いします。いいですね。はい、僕このキズさんの笑顔がまたたまらないですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて中沼さん、よろしくお願いします。はい、全国のまゆみさんたちから今このようにたくさん集まってますけれども、今回元宮市民も参加できるということで、元宮市民に関してはまゆみさんではなくてもいいので、知り合いの元宮市民の方がいらっしゃる方、ぜひ応募してよっていうことをお伝えしていただければと思います。キズさんが言ったその50行くように、私もSNS でこれからまたさらに周知しますので、皆さんもご協力よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちなみに僕、福島市民なんですけど、こっそり応募してもいいですか？どうぞ。大丈夫ですか？個人的にチェックします。わかりました。じゃあ、インスタにこっそり。関係人口なんで。気持ちは元宮市民ということで、応募させていただきます。はい、ちょうどね、里芋買ったばっかりだったので、はい、ちょっと今日帰ったら料理してみたいと思います。よろしくお願いします。あれですよ、久能さんや渡辺さんも、里芋レシピ応募した方がいいですよ。あ、久能さんが頑張りますってコメント書いてくれてます。一人一品、乗るまでお願いします。はい、ね、50個にならないと、大変なことになっちゃいますのでね。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、今回の、こちらのオンラインイベントでは、まゆみずキッチン第2弾の、進捗報告と、それからあと数日、皆さんからの、ご応募お待ちしておりますという熱いメッセージを、届けていただきました。ありがとうございました。今後の活動に関しては、まゆみちゃんの公式 LINE でもお知らせがあると思いますので、情報をお見逃しなく、皆さんで、一緒にこのお祭り盛り上げていきましょう。お待ちしてます。よろしくお願いします。
さて、ということで、今回はまゆみツアーズ、とか、それからプロフィール帳の報告は今回はないということで大丈夫ですかね。なんかでも、木津さん、いいえ、ありますか？この後にご連絡させていただきます。そうですよね。さすがにキッチンだけじゃないんですもんね。はい、お待ちしてます。どうぞよろしくお願いします。はい。木村先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。1234番のまゆまゆさんから、卵かけご飯焼いちゃいました。長沼さん、嬉しいですっていうコメントをいただいてます。長沼さんからさっき、子供たちに大人気でしたというコメントをいただいて、それのご返信ですね。ありがとうございます。チャットの方も皆さん、上げていただいてありがとうございました。本当に素敵なレシピ、ぜひぜひたくさんお待ちしておりますので、皆様よろしくお願いいたします。私もちょっと、里芋をあまり調理をしたことがないんですけど、ちょっとこれを機に頑張って作ってみようと思います。益子さん、ちょっと金曜日までお待ちください。よろしくお願いします。いくらでもお待ちします。ありがとうございます。では、ここで事務局からのお知らせに入りたいと思います。木津さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ですね、料理のように進捗の報告という形ではできないんですが、プロジェクト発表会の方でお知らせしていた2つのプロジェクト、まゆみツアーズとプロフィール帳、こちらの募集方法やっと定まりましたので、お待たせしました、申し訳ありません。それについて、ご紹介をさせていただきたいと思います。スライドの共有お願いします。はい、まずまゆみツアーズですね。次のスライドで、みんなで完成させようツアーズマップということで、ちょっとお待ちください。あ、ちょっとお腹が空いちゃいますね。ちょっとだいぶ長めにメニューが続きますが、ちょっと振り返りながら待ちたいと思います。一旦食べた気になっていただいて確認。あ、こちらですね、みんなで完成させようツアーズマップということで、本宮市のお店イベントをめぐって、そちらの会員の方から写真とか体験したコメントなどを送っていただいたもので、マップを埋めていこうというようなプロジェクトを紹介させていただきました。そちらの紹介して、皆さんそれぞれ写真撮られていたりだとか、あと、まゆみこしの時だけではなくて個人レベルでも本宮市の方にお越しいただいて本当にありがとうございます。そちらの撮っていただいた写真だとか感想をぜひお送りいただいて、マップをどんどん完成させていきたいと思いますので、よろしくお願いします。次のスライドお願いします。写真とコメントの送信方法ですが、4つご提示させていただきました。まず1つがメールですね。本宮ドットまゆみちゃんということで、この後公式 LINE でもまた詳しくお送りさせていただこうかと思うんですが、じゃあメール、それからインスタグラム、あと最近開設したツイッターと、皆さんの盛り上がり見せているオープンチャット、この4つの方法で、お送りいただければ、こちらの方で写真を保存させていただいて、そのコメントをもとにマップをどんどん埋めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、投稿送信の際に記載いただく内容は会員番号、こちらお間違いなくということで、名前の記載をなくしたので、会員番号をお間違いなく記載いただいて、と撮影した場所であったり、食べ物であってば、あれば物、食べ物というところを何かというところを記載で、多分見れば私たちは分かるとは思うんですが、念のため記載していただければと思います。それからコメント、感想、写真のデータというものを送信、投稿の際に記載していただければ、そちらでマップにどんどん埋める作業をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次のスライドお願いします。こちら文字でつながる旅ノートですね。先日大天狗酒造さん150周年蔵開きということで、
お越しいただいた際にも会員のまゆみさんにご記入いただきました。こちら市役所にも置いてありますので、ぜひ年末年始お忙しいところかと思いますが、長期休みの際、本宮市を通過するのではなく、一度立ち止まっていただいて、本宮市に寄ったというような印を、証をこのノートに記していっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。次のスライドお願いします。その3、イベントということで、こちらの今年度一番大きなところの真弓みこし、終了いたしましたが、毎年実施している、まゆみちゃんのバースデーイベントですね、2月に実施している、バースデーイベント、こちらも可能な限りで、オンライン、全国の皆さんとつながりながら、リアルで体験できるものはリアルで体験していきたい、そういう年に今年はしていきたいというふうに考えております。そういったイベント情報であるとか、あと、大天狗小針さんはじめ、それぞれ町を元気にするためのイベントを実施していただいてますので、そういった情報もどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひご参加いただければと思います。あと先日日曜日、私たち東京の方で移住相談会出展したんですが、そちらにも会員のまゆみさん応援に来ていただいて、本当にありがとうございます。前回も来ていただいて、SNS とか、そういったところにアップしていただいたりだとか、本当にその発信の部分も協力いただいていること、本当にありがとうございます。今後も本宮市の人口対策も含めてですね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まゆみツアーズの内容については以上になります。続いて、プロフィール帳のプロジェクト。今日皆さんが、大好きな川上くんが、お休みですので、私の方から代わりに説明させていただきたいと思います。次のスライドお願いします。まゆみちゃんオリジナルのプロフィール帳を完成、しました。前回、デザイン出させていただきました。そちらの会員の方、それから市民の方もですね、オリジナルのプロフィール帳にそれぞれ得意なこととか趣味などを記載いただくことで、会員さん同士であるとか、会員さんと市民の方で、大人の部活動のような、同じ趣味でつながれるようなことができたら、もっと交流が深まるなというところで作らせていただきました。今現状ですね、大天狗酒造さんの150周年の時に、市民の方からも多くこちら記入いただいているところなんですが、会員の方からもどんどん集めていきたいということで、今回2つ会員様が書いていただく方法を準備いたしました。次のスライドお願いします。まず自宅にプリンターがある方向けの方法になります。こちらも後ほど公式 LINE の方からこのプロフィール帳のデータをお送りいたします。で、ご自宅にプリンターのある方は、このプリンターでこちらデータを印刷していただいて、右側ですね、マイミズプロフィールというのはピンクのところなんですけども、そこにそれぞれ必要事項を記入していただいて、郵送、ファックス、メール、もしくはツイッターというところでお送りいただければと思います。この送信方法とか送る方法というところは、プロフィール帳の左側に記載してありますので、そちら参考にしていただいて、どしどしお送りいただければと思います。また残念ながら自宅にプリンターがない方向けの方法なんですが、次のスライドお願いします。全国のセブンイレブンでですね、ネットプリントという形で、印刷できるように設定をさせていただきました。それはですね、印刷料金1枚60円かかってしまうんですが、データ印刷できない方はセブンイレブンの方に行っていただいて、必要事項をどんどんタップしていくと、このプロフィール帳セブンイレブンで印刷できるようになりますので、そちらで取得していただいて、同じように郵送、ファックス、メール、ツイッターでお送りいただければと思います。この方法なんですが、次のスライドをお願いします。セブンイレブンのマルチコピー機の方でプリント、ネットプリント、プリント予約番号ということで、このプリント予約番号、これも公式 LINE でお送りさせていただこうと思いますが、こちらを入力していただくと、このプロフィール帳が全国のセブンイレブンで印刷できるというような内容になっております。多分操作方法、多分これだけだと分かりづらいと思うので、ネットの画面って出せますか。
あ、今のチャットの方にもプリント方法ということで URL 載りましたが、その画面ですね。ちょっと下かな。スミルクのコピー機の方でこのプリント、それからネットプリントというふうに進んで、で最後に、後ほど公式 LINE でもお知らせしますプリントの予約番号を8桁ありますので、それを入力していただくと、会員様向けのプロフィール帳が印刷できるというようなものになっております。このカラーモードの設定とかはこちらで事前にしてありますので、このまま印刷していただければ、プロフィール帳をお手元に出せますので、ぜひ皆さん印刷をしていただいて、こちらにお送りいただければと思います。こちらの目指せ50ではなく1000集めたいと思いますので、あ、1900ですね、集めたいと思いますので、皆さんご協力よろしくお願いいたします。私からは、お知らせ以上になります。キズさん、ありがとうございます。本当にツアーの方は次は、バースデーというところで、まゆみちゃんのバースデーは2月ですよね。ぜひ皆さん、2月、ぜひ予定を空けて、現地にいらしてください。今度は、まゆみちゃんがリアルに見れるかなと思いますので、触れ合っていただいて、本宮市の中を回っていただいて、お写真をまた投稿していただければなと思います。で、個人的に、本宮市にいらっしゃっている方は、ハッシュタグ、まゆみちゃんプロジェクトですね、まゆみツアーズか。それで出していただけますと、マップ作成に有効になりますので、ぜひぜひどしどしアップをしていただければと思います。そして私が本当にこのプロジェクトを頑張って進めたいと思っているのが、やっぱりプロフィール帳ですのでこちらは後ほどですね、キズさんとマシコさん、あと川上くんに絶対に書いていただいて、ツイッターの方で書きましたという証明をしてもらおうと思ってますので皆さんツイッターの方もですね、フォローしていただけますと、現状のキズさんやマシコさんの様子が見て取れるかと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらですね、今画面にあるまゆみちゃんプロジェクトのツイッター指導しておりますので、皆さんぜひフォローの方よろしくお願いいたします。こちらでも公式の LINE と同じようにですね、今後のプロジェクトの様子だったりとか、これから企画しているものっていうところを随時発信していきますので、ぜひコメントもお待ちしておりますね。あ、今 QR コードも出ておりますので、ご自宅にあるカメラで認証していただきますとすぐ飛べるかと思います。ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。ではチャットの方にですね、コンビニでのプリント方法と私の方からコンビニプリントのネットプリントの番号もですね、お送りさせていただいてますので、ぜひメモを取ってセブンイレブンにダッシュで行っていただければと思います。皆さんはぜひぜひよろしくお願いいたします。あと木村先生からも里芋とネギのレシピ作ってみますとのことでですね、もう本当にやることがたくさんあって目白押しなんですけれども、またちょっと去年と同じように年末にですね、だいぶ集中してましてですね皆さんバタバタな中、まゆみちゃんプロジェクトの方にもですね、たくさん参加していただければと思います。すべてのプロジェクトに参加していただいても全然ウェルカムですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではお時間も迫ってまいりましたので、こちらで、終了とさせていただきたいかなと思っております。皆さん、たくさんのチャットもご参加もありがとうございました。今週の金曜日までマシコさんが待っていただけるということでしたので、グルメにか、キッチンに関しては今週の金曜日までぜひ皆さんよろしくお願いいたします。でプロフィール帳ですね、 そちらとあとはマップの作成の方ですね、ぜひ、あ、前回まゆみみこしに参加していただいた方も、お昼ご飯どこで食べたとか、このまゆみみこしで、お祭りの屋台を食べましたとか、写真を撮ってましたら、そちらの写真も、ぜひマップで使わせていただきたいなと思いますので、ご感想と、
ハッシュタグの方をぜひ使って更新してください。あ、京前さん、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。1134番の前村さんも今夜もありがとうございました。こちらこそありがとうございます。では、次回の日程など、プロジェクトの詳細は、公式 LINE や Twitter、ホームページから再度お知らせいたします。多くの方のご参加、ぜひぜひお待ちしております。本日は全国まゆみちゃん交流プロジェクトご参加いただき誠にありがとうございました。これをもちまして全て終了とさせていただきます。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。